回こちらのビデオでは胸椎についてお話していきたいと思います。胸椎というのは胸郭で囲まれており、胸郭は内臓を外からの衝撃から守る、サポートする役目を担っています。そのためこちらの映像を見ていただくように、腰の周りの腰椎の周りには骨がないのですが、胸のあたりからもう鳥かごのように骨組みががっちりしていると思います。この2本だけ、第11番12番の肋骨は浮遊肋と言います。この2本だけは浮いているように、先ほどの胸郭につながっていません。このように内臓を収めているような鳥かご状の骨組みががっちりしているので、腰の上の胸郭というのは動きが非常に硬くなる傾向にあります。腰が痛いからといって腰ばかり調整するのではなく、この胸郭、胸椎を一個一個動かしていくことで不具合が改善するのが分かったと思います。